はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はね、ここ新しく今度オープンするね、7月23日にオープンするソアリンなんですけれども、今日はねこっちの建物の映像じゃなくてここです。そう、ファストパス機のね隠れミッキーを今日は皆様にご紹介していきたいと思います。実はねこの中にある隠れミッキー見つけちゃいました、ジョマジ。はい、隠れミッキーはねこのファストパス機の一番左の絵のあたりにねあります。この蝶々がいっぱい飛んでるところの付近です。はい、こちらがね左の絵なんですけども、少しずつね隠れミッキーに近づいていきたいと思います。はい、こんな感じ、わかります？これです、ね、ミッキーの形してるでしょ。もうがっつりミッキーでしょ。ここです。はい、皆さんぜひね探してみてください。ちなみにね結構ねあのソアリンの旧ラインとか、もう一つね実はここら辺の近くでね見つけましたので、そちらも後ほど投稿していきたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらねソアリンのファストパス機にある隠れミッキーのご紹介でした。ちなみにね3つ目の一番左にあるねこの、絵のねどこかにございますので、皆さんぜひね、まあ一応ヒントはこの動画見ればわかると思うんですけれども、ぜひ探してみてください。ちなみにね実は言いますと、もう一つ見つけてしまいましたので、またそれはね別動画で投稿してありますのでね、そちらの隠れミッキーもご確認ください。はい、それではね、今日はこれで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それでは終わりにしましょう。ジョマジでした。バイバイ。